よいしょ。おはようございます。おはよう。配信予約するのを忘れていましたけど、ありがとうございます。皆さん、おはよう。おはよう。起きれたよ。ちゃんと起きててよかった。 起きたよ。そう、ももちゃんのお誕生日をお祝いしました、昨日は。おめでとう、ももちゃん。 朝早い。でも7時だからそんなに早くないかな。どうなんだろう、わかんないけど。 化粧はしてないですよ。あ、嘘。唇だけ色塗った。血色がなさすぎたので。 今私のお家から配信しています。そうです、昨日は特別配信がありまして、皆さん見ていただけましたか？ 見ていただきましたか？顔が薄い。出勤中です。お、頑張ってね。気をつけてね。おはよう。 見たよ。お、嬉しい。どうでしたか？ 一瞬の花火から始まって、ちょっとね、訪れとかいろいろな問題で石の花火を2回披露したんですけど。 どうでしたか？私が行けなくて泣いています。いやー、急なね、発表だったもんね。しょうがない。愛され者の衣装がめっちゃ可愛い。本当だよね。わかる、わかる、わかる。結構訪れしてた？なんかさ、もう私たちお着替えしてて、石の花火1回目終わった時お着替えしてて、そしたら「もう1回やります」って来て、もう1回石の花火の衣装着て 再開しました。制服でプール。そうだ、そう、もうさ、お話ししたいこといっぱいなんだよね。そう、昨日は季節外れの「アイスレモネード」初披露、楽曲は解禁されてたんですけど、パフォーマンス初披露で、衣装がとっても可愛いんですよ。衣装さんが作ってくださって、めっちゃ可愛く衣装を仕上げてくださって感謝です。ありがとうございます。ギフトもたくさんありがとうね。ありがとうございます。衣装かわいいよね。わかる。フリーもかわいかった。本当？どうでしたか、皆さん。季節外れのアイスレモネード、フレッシュでした？ フリーもかわいかった。それな、レモネード。でも振りも結構簡単な振りなので、皆さんも真似して踊っていただけるんじゃないかなって思います。着せ合い、可愛すぎる曲だったね。着せ合いって略してる、もしかして。まださ、略称を決めてないんですよ、みんなで。みんなレモネードって呼んでるんですけど。めっちゃハイでした、本当？ そう、この曲はさ、「ヘイ」っていうところがあるので、まあ、皆さんの前でお披露目する
機会がまた次あったらぜひ一緒に「ヘイ」って言っていただけたら嬉しいなって思います。フレッシュ爽やかだった、史上いん史上一番優しいヘイだったおはよう、おはよう。劇場揺らしますおはよう、初見でありがとうございます。略称ヘイじゃないよ、略称はレモード。何なんだろうね、私たちはレモネードって言ったけど、でもレモネードも長いよね。何がいいんかな、みんなで話そう。カピと手つなぐというかガッとするの、あ、そう、ひろかとこう一緒に飲むんですよ、アイスレモネード。一緒に飲む振りと手握る振りで分かれてるんですけど、そう、めっちゃ可愛くて嬉しかった。おはよう、テイテイでも見たかった。そうだよね、テイテイがなかったんですね。こうオープンに、これレモネードポーズなので皆さんぜひ撮ってね、これで写真何か機会があったら。センターの振り可愛かった、ほんと。あと映ってない、映ってたかわからないんですけど、空はこんな青かっただけのところ、私とひろかが真ん中で一緒に踊ってるので、またそれもね、皆さんの前でお披露目披露するときに見てほしいポイントです。1番もそうですし、2番のいつの間にかそこにあるんだも踊っているので、2人で注目ポイントです。さゆりのマジシャンや劇場でのお渡し会とかね、そうだよね、お渡し会もありますし、そして本日はお渡し会です本日はお渡し会です映ってましたか、あ、かわいいユニコーン、ありがとうございます、ありがとう、花火もありがとうございます。ハロー上手く宣伝しとる宣伝してなんぼ。みんなで待ってるので、4期生みんなで待ってるのでぜひお時間あったり、もうダメなの、そう、なんかさ、ごめんなさい、私あまり本当によく分かってなくて、もう当日はダメなんですか、当日でも来れますか。行くよ、ありがとう、直筆生サイン入り生写真検討中、ぜひ検討してくださいぜひ検討してください。今日の組み合わせもいいや、そう、でも組み合わせのなんかね、組み合わせがよくどういう組み合わせなのか私たちもあんまり分かってないんですけど、でも楽しみ。一番えなちゃん頼みました、ほんと嬉しい、ありがとう、嬉しい、ありがとう。仕事行けないのに魂だけは受け取るね、じゃあその魂残ってれば返す、あ、そうなんだね、どうなんだろう、残ってないのも嬉しいけど残ったみんなが会いに来てくれるのも嬉しいな。懐かしくないの、タイトルは秋っぽい、なんかなんて言うんだろう、夏の日のレモ恋愛を、過去の夏の恋愛を秋になって、冬、秋冬に振り返ってる感じの曲じゃないかなって思ってて、私的には。でもまあ最後にはアイスでもホットでもどっちでもいい、なんだろう、吹っ切れるっていうよりか
もう前へ進もうみたいな、最後にはそういう曲なんじゃないかなっていう私の解釈なんですけど、どうなんですかね。おはよう。いちごが衣装の色が自分の色だってこと本当よかった。あのさ、いちごがさ、ジャケ写のさ撮影地っていうか、ジャケ写をさ全部同じポーズにしてさ撮ってくださってて嬉しかった。あれそういう曲なんだね。うん、おはよう。今日バブミがない、なんでだろうね。まあ私18歳だからさ、ちょっと前お弁当を作りながら配信。えらい、お弁当を作っているわけ。えらい。えらいえらい。あ、そうださ、昨日さ朝配信してたらさ、配信しててさ、あのてるはやさんがタワーを投げてくださったんですけど、あのお名前を書くことが時間でさ立ってできなかったから書いたんです。ありがとうございます。タワーありがとうね。昨日の分なんですけど、ありがとうございます。てるはやさん、ありがとう、ありがとうございます。ごめんね、ちょっと朝時間がさなくて書けなくて、あの本当にとっても感謝、ありがとうございます。ハートありがとうございます。おはようね。でもとってもいい曲じゃないですか、季節外れのアイスレモネード。本当に思うんです。私おはよう、おはよう、お仕事行ってきます。私ください、ありがとう、頑張ってね、お仕事ありがとうね。配信来てくれてめっちゃいいよね。そうだよね。レモンね。へい。つかまずに一気に飲んだあの日の甘酸っぱさは青春だ。おはよう。劇場で舞妓を見たい本当に舞妓を本当に見たい。とっても良すぎる。え、嬉しい、よかった。みんなで頑張って練習したんです。金魚もありがとう。なんかさ暗いね今日。ライトつけた方がいいのかな。眩しい。つけた方が良さそう。これから活動していくと今さもし、もっとこれからたくさんね歌っていきたいですし、大切にしていきたい。やっぱさ、鬼滅曲をいただけるのってとっても嬉しいよね。嬉しい。しかもこれからさまたいただけるかって言われたらさ、まあ難しいお話じゃないですか。だからそんなね楽曲で、大切な楽曲でこうひろかと一緒にダブルセンター務めさせていただけたことがすごく嬉しいですし、もっと4期生が NGT48 にとってプラスな存在になれるように頑張ろうって思いました。おはよう。あの衣装何なの、良すぎる。衣装さんね、本当そうだよね。本当に良すぎる、本当に可愛い。しかもみんなそれぞれデザインが違ってて、そう一瞬見たら似てる、一緒なのかなと思ってもちゃんと見ると一人一人しっかり違っててデザインがめっちゃ可愛い。ありがとうございます。うんうん、そうだね。おはよう。研究生鉱物デザインなんてあるなんでしょうか。
ね、本当贅沢だよね。嬉しい、ありがとうございます。本当にそう、メール、昨日の夜のメールではいろいろ書かせていただいたんですけど、感謝の気持ちだったり、いる本当にね、たくさんの方が支えてくださって私たちの活動があるので、本当になんか日々感謝しながら活動していかなきゃなって思いますね、本当に。うん、なんちゃんのが一番好みだった。本当に嬉しい。でも全部可愛いよね、めっちゃわかる。コンサートとか鬼滅の曲やのはすごい、衣装オリジナル、衣装オリジナルで作っていただいたんです、今回。本当にそうだよね、秋元康先生からいただいた曲、本当にそう。でもなんか皆さんにたくさん愛される楽曲になったらいいなって思いますね。衣装が黄色と水色多かったけど、足元でもそうなのかもしれないね。なんかちょっとそこまで深くは聞けてなくて、医者さんも忙しそうで、そう、あんまりお話できなかったんですけど、でも多分レモンとソーダみたいな感じなんじゃないですかね。おはよう。そうだよね、名前入りのね衣装あるって嬉しい、本当に。おはよう、おはよう、おはよう。すごい、皆さん早起き偉いです。おはよう。もっとライブ、そう、でもなんかみんなファンの方と一緒に「ヘイ!」とか言えたらきっともっと盛り上がる楽曲になるだろうし、なんかもっとね楽しい楽曲になれ、なりそうで、早く皆さんの前で披露したいです。おはよう。たかしの衣装の話がいい。あ、そう、本当に衣装さんが本当に忙しくて、やっぱ3曲分今回衣装を作ってくださって見て、そう、アレンジ、元ある土台からアレンジしてくださったりとかして、本当にあのね感謝です。もう本当に寝てないんだろうなってぐらい本当に頑張ってくださってて、ギリギリまでこうした方がいいんじゃないかとか考えてくださって、そのおかげでとってもとっても可愛くて素敵な衣装が出来上がりました。ありがとうございます。本当に衣装さん見てないと思うけど、でもでもめっちゃ良かった、本当に良かった、嬉しい。おはよう。おじさんたちは朝早い自然そうだよね、皆さんお仕事だし、私も学校だし、ちょっとでもまだ夏休み気分が抜けていないんですけど感謝だね、感謝。はい、そして NGT48 10枚目シングル一瞬の花火の MV がミュージックビデオが公開されました。わーいミュージックビデオが公開されたよ、嬉しい。ありがとうハート。夏休み気分受けてないって、まだ夏休みしますって言っても休もうもう無理だ、それはもう行ってしまった学校に。本当にわーいで、おはよう。近所のプールで笑ってしまった、本当に。はい、今回は柏崎をメインにミュージックビデオ、あ、嘘、柏崎のメインじゃなくてなんだっけ、海だ、海で私の一番好きなシーン、花火をみんなでするシーンを撮らせていただいたんですけど、めっちゃ楽しかった。坂道だった、確かに。あのなんかフィルムがエモいですよね、
どうでしたか皆さん、感想ならなんやら。お眠じゃない、ちょっとお眠だけどまだ起きてる。夢で踊ってるとこ映すし、スカート開ってなんて本当花みたいです。そう、でも今回はダンスシーンもあのドローンで撮影していただいて、とっても素敵なミュージックビデオになっていて嬉しい。春衣装だったね、いいところだよね、わかる。そう、私はそうプールシーンはなかったんですけど、でもめっちゃスキープールに飛び込むシーン、なんかミュージックビデオだって感じする。プールに飛び込むシーンはそう、ななみさんとはるかさんとみみさんのシーンなんですけど、めっちゃ好き。メンバーが出演した、そうなんです、メンバーがそれぞれあのフィルムカメラっていうんですか、なんて言うんだろう、ああいうって、まあカメラを持って自撮りしたりお互い撮り合ったりとかしてるシーンの素材をあのミュージックビデオで今回使ったりしてました。夏感出てた、よかった、ありがとう。そう、一日がかりで撮影をして、ちょっと朝早かったんですけどでもすごく楽しかったです。おはよう。そしてプール飛び込みたいでも青春だよね、私も制服のままプール飛び込んでみたい人生だったいつからできるかな。日焼けしなかった、しましたよ皆さん。だってなんかメンバー黒くなったなって思う時ありませんでした？そんなことなかった？うん、私たちからしたらもうみんなで日焼けした、どうしようって、みんな黒くなったねって話をしてたんですけど。会社着きました、あ、お仕事頑張ってね。そうですね、ありました、そうだよねそうだよね、もう本当に焼けて、いや塗ってたんですけど結構お天気に恵まれてですね、焼けましたみんな必死に日焼け止めを塗ってたんですけど、やっぱ逆らえなかった。スイカは食べたのかな、私はちょっとスイカいただいてないんですけど、でも私はそうだ、人生初めて桃太郎をいただきました。私と萌えさんとなつきさんでアイス食べるシーンがあるんですけど、そう初めて桃太郎をいただきました嬉しい、美味しかったですよ。そう MV にも映っていました、嬉しかった。あ、ホース、そう私がホースを持ってマイナさんとカエリさんにかけて、最後みんなでバーってみんなにかけるんですよ、皆さんにおかけする。立候補しました、ホースかけたい人って言って、はい立候補しましたそうなんです、いただいてしまいました、桃太郎。そう暑かったからね、すぐ溶けちゃって。確かに桃太郎のいちご、確かに、でもいちご味のでも美味しかったですよ。お水をかけました、おはよう。緊張ちょっとしました、でも楽しかったかな、すごく。
ホースかけて、そしてマリナさんと私がスケーボーに乗って、マリナさんが私を押してくださってるっていう絵をね、写ってたと思うんですけど、どうでしたか？あれ本当は逆バージョンもあって、私がマリナさんを押してるバージョンもあったんですけど、採用されたのは私が押されてる方でした。よかった、嬉しい。あとレイナさんのスケボーを私とミハルさんとマリナさんで見るっていうシーンも映ってて嬉しかった。お水タイム失礼いたしました。めちゃくちゃ笑顔だったね。本当に本当に楽しくて、心の底から笑って、本当にただ楽しかったです。あ、ランクアップありがとうございます。ありがとう。キューってどうやってつくの？え、難しい。こうか。嬉しいな。なんか不思議です、不思議でした。ミュージックビデオに私が映っている世界線が自分の中で不思議すぎて、嬉しかったも同時に不思議でした。あと LOVE のシーン分かりますか皆さん。海をバックに LOVE 指で作るんですけど、あれ実は私 L 作ってるんです。L 私です。L 私なんですよ、実は実は。1年前まだ一般女子高校生だったのに、ね、そうなんですよ、本当にごく普通の高校生だったのに、まさかね、嬉しい。1年後の私なんて、あの頃の私は想像もついてなかったし、なんか本当にオーディションに受かるなんて思ってもなかったので、ね、合格してこんなにたくさん楽しい活動ができていて、とっても嬉しいです。わかった、本当にすごい。あと一人一人ジャンプ、一人一人じゃないか、グループごとにジャンプするシーンがあるんですけど、私とレイナさんとナナミさんで、ななみさんがこうやってやって、私とレイナさんがこうやってこうやって飛ぶシーン一瞬映ってるんですよ。ぜひ止めて注目してみてください。そうなんですよ、 JK なんです。私新潟に来てくれてありがとう。いやいやいや、ありがとう、こちらこそありがとうございますですよ。私を見つけて、そして今も配信を見てくださって、おはよう。よくダンスとフォーメーション覚えられたなって、ふやー、いやいやいや、大変、でも大変じゃないって言ったら嘘ですけど、フォーメーション覚えたりねするのけど、楽しいからできるって感じですかね。夕日もすごい綺麗で、そうなんです。そして全員初披露の石の花火見れたの幸せだ、本当によかったね。もっとたくさんの方にお見せできる機会があったらいいなって
思うんですけど。お腹空いてきた。今日は6時に起きた。嘘だ、5時45分ぐらいに起きて、そっからまだ何も食べてないのでお腹が空きましたね。ほんと天職です。もう一生この時間が止まればいいのにって、続けばいいのにって思います。朝ラーメン今日はどうしようかな。お仕事戻ります。あー頑張ったね、ありがとう。早起き頑張ったね。頑張ったよすごい、早起きしただけでみんな褒めてくれる、ありがとう5時台に起きたんだよ。そうだよ、お仕事頑張ってね、ありがとう、見てくれてありがとう。ファイトー、グータッチ、おはよう。早起きできない人の偉いです。いや、しようと思えばできる、本当に。ちょっと昨日はまあちょっと気絶してたのかなっていう、ちょっとアラームが聞こえなかったのかなっていう、そういう感じ。昨日配信でメモってたからラーメン食べ、昨日お昼にねラーメン食べたんですよ実は。そう、ちょっと昨日の朝は気絶しててアラームが聞こえなかったうん、学校で気絶します。まあ寝ないけどね、私学校で寝たことないから、優等生だから。このあと学校、昨日ももちゃんのとこで寝ちゃうそうだよ、もう面白くってみんな本当に、だからちょっと面白い。昨日本当に爆笑しちゃった、ももちゃんの配信で。絶対うるさかったよね、ごめんなさい本当にうるさかったと思う、キッキキッキ言ってたおはよう、実はメリドジュームとか言えない。本当に嬉しい、ありがとう。メールもねたくさん送ってるので、最近は特にでもなんかたまに不具合で送ったつもりでも送れてなかったりとかして届かないことがあるんですけど、でも一日ちゃんとメールを送ろうって思ってるので、まあ来なかったら何かあったのかなって思ってくださいおはようメールもね送るので、だって面白いもん、ももちゃんも昨日は、なぎまさほも、おはよう、爆笑してると嬉しくなる、本当七海先輩が言ってたけど、絶対さ金属音はさ絶対にディスっているいじっているそう、ちょっと昨日はね昨日はメールを送って、おやすみメールを送ったんですけど書き忘れててもう一個追加で送ったんですよね。そう、ちょっとね書きたいことがたくさんあったんですよ。でもやっぱ皆さんも夜でお疲れなので、あんまり長すぎても読めないかなと思って、うまくまとめてメールを送らせていただいたんですけど、でもまあまたお話し会だったりで皆さんとお話できたらいいなって思ってます。ミュージックビデオのお話だったりね、アイスレモネードのお話だったり、いろんなお話をしましょう。おはよう。いじられやすそう。どうなんだろう。でも確か、どう
なんかね、みんな4期はみんなお互いのことをいじりまくってる。最近返信後でしようと思って忘れることが多いんですけど、どうしたらいいんですか？じゃあ届いた時に、送ってください。私への愛をたくさん送ってください。私本当にみんなのね返信こうやって見てるからね、こうやって見てるからね、いついつ丁寧に。なっちゃんって寝ようと思ったら何時間？私人生で初、人生で最高寝た時間が18時間です。笑えないよね、18時間って。本当に気絶じゃない？本当にそれこそ4人が釣るといつも流し、うん、昨日てか多分夜だったからなおさらもっとテンションが高かったし、配信終わった後でみんなアドレナリンとかすごい楽しかったから、昨日の配信が。そう、そろそろ会社に行きます。ありがとう、頑張ってね、ファイト。サイン入り CD 予約しました。本当に嬉しい、ありがとうございます。ハートありがとうございます。おはよう。朝配信するとたくさんの方が初訪問で嬉しい。よろしければ名前だけでも。あんなに汗だくでダンスしてもその笑顔崩れない秘密。でもなんか前髪の崩れる崩れないって結構人それぞれで、まあ、固めるのはもちろんなんですけど、今って前髪グルーっていうのがあって、前髪をねもう貼り付けたりとかすることができるんですよ。もう風吹いても落ちないように、崩れないように。けど私はそうすると貼り付けちゃうとおでこと前髪の間にここね、ここ隙間ができなくなっちゃって、私すごい汗を、あ、なんていうの、ここにすごくかきやすい人なんですね。だからそこの隙間がなくなっちゃうともう汗が髪の毛にべったりついちゃって逆に崩れちゃうってことに気づいて最近。だから私はもう最近はくっつけないでもうスプレーガーってして、であとはコーム、櫛、こういう櫛のコームのところにスタイリング剤をシューってかけて、前髪の裏からをこうやってつけて固定してあげて、まあ今ちょっと固めてないからなんですけど、で調節してまたかけて、で普通にかけたらここは固まるんですけど、ここが固まらないんですよ。ここにあんまりスタイリング剤がうまくついてくれないので、次下からスプレーかけて、ここを中心にね、ここをめがけてここをかけて固めて、で、私は分けているので前髪を、スプレーを手に取ってこう分け目をちゃんとここでここで分かれてるんだぞっていう風にして、で、まあ、もうそこでもうほとんど動かないんですね、崩れないんですけど、私は本当に崩したくないのでもう一回上から全体的にスプレーをかけて完全に乾かす。あとそうだ、私のポイントとして、普通にかけただけだとなんかやっぱアホ毛ってあるじゃないですか。髪の毛って絶対みんなが同じ方向を向いてくれることがないんですよ。だからスプレーかけて、まだスプレーがかけてないうちにこのコームでこうやって撫でてあげてアホ毛を抑えてあげるのも私的ポイント。はい、やばい、めっちゃ話しちゃった急に。
あーサイン入り CD 申し込んでくださったんですね、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう、おはよう。そうルアさんもすごいガチガチで尊敬します、前髪のプロ。そうなんです、いろんな技がねあるんですよ、前髪にも、前髪にも努力してるそうです、大変なんです、でもやってみてみんなも絶対崩れ、多分崩れない。でもあとはスプレーにもよるよね、スプレーの種類にもよる、やっぱいろんなスプレーがあるので。あとここの触覚もシュッシュッて固めてあげるのポイント、そんな感じかな、多分前髪は。こちらトラ前髪な逆に男性の方は前髪とかどうやってセットするんだろう、なんかこういうイメージあるんですけど、バックスでこういうイメージ、私のお兄ちゃんがそういう感じでこういうことやってるイメージがあるんですけど、どうなんですかね。私前髪全然髪の毛綺麗じゃないんですよね、もっと綺麗になりたいんですけどね。そうヘアメイク配信とかメイク配信とかしたいんですけど、そうちょっと時間がなくてね、休日の日とかにできたらいいなって思うんですけど、まつげでやってみるわ、まつげでセットするのでもさ髪質によってはさ自然乾燥とかでも全然大丈夫な方もいらっしゃいますもん、羨ましい。あそう最近ねシャンプーを変えてちょっとそれから髪の調子が良くて、あの嬉しいお気持ちなんです。ワックスは根元よりちょい、あそうなんだね、難しいね。でもあと私はこれも好き、マトメージュ、なんかアホ毛直しってスティック状のスティックなんか液体もあるんですけど、私はこっちのバームタイプの方が好きで、これをね前髪にこうやってやって束感を作ったりもします。これは別に固まるとかじゃないんですけど、ワックスおはよう。美容室愛用のシャンプー、うわいいじゃん、美容院がさ愛用してるのって絶対いいやつじゃん、いいね、おはよう。髪短いから扇風機でかいいね、おはよう、お仕事頑張ってね、ありがとう朝から配信に付き合ってくれてありがとう、夜もよろしくね。コスメも研究して、そう私コスメ大好きだからコスメもめちゃめちゃ集めてます。おはよう、今時間あもう15分か、まあでもまあ大丈夫、あの日嫌だったスーツを着て平凡な髪型で、皆さん今日は何をするんですか、お渡し会に来てくださる方もいらっしゃったり、お家でゆっくりくつろぐ方もいらっしゃったり、お仕事の方もいらっしゃったり、なっちゃうの平均1日4回くらい歯磨きしそう4回はしないけど3回はするかも、惜しい。えでも日によっては4回、公園の日とかは食べてするかも、だから結構4回するのかな、日常的には3回ぐらいだけど
公演の日は4回するね。流行りのアイドルメイク、あ、メイクレシピ画像、あれ私が作ってさ、需要あるのかなって思う。でも私はめちゃめちゃいろんなメイク研究してるので、今いろんなアイドルさんが作ってくださる画像を保存して勉強してるんですけど。おはよう、僕は起きました、眠たいです。ありがとうね、朝から眠いよね。そうだよね、ありがとう。おはよう、お疲れ様、お疲れ様。私優先で仕事してる、嬉しい。大丈夫なの、でも怒られない。お仕事中はみんなお仕事を集中して頑張ってね。 TikTok に上げてバズりましょう。そうだね、 TikTok。 バズる、目に光が入るんですよこのリング。需要ある、本当に、ちょっと検討してみます。おはよう。アイドル1年生のコスメ紹介、確かに可愛い言い方。配信あるから全部済ませて配信見てみます。本当にありがとうね。返金当てたところでお仕事行ってきます。ありがとう、頑張って、お仕事ファイト。今日も元気に、それがいいね、日本全国頑張ろう。おはよう、おはよう、頑張ろうねみんな。一日、今日は何曜日だ、ちょっともう曜日感覚がないんですけど、今日木曜日。そうだ、木曜日だ。バレバレ節、ハートありがとう。おはよう、サーフレイ、あ、フォローありがとうございます。ありがとう、嬉しい。かわいい、これなんだろうね、お星飴かな、なんだろう。ありがとうございます。チュンチュンチューズデイ。今日も朝から天気荒れています。あー、そうだよね。どうだろう、新潟は今大丈夫かな、なんかわかんない、カーテンがあってちょっと外の天気が見えないんですけど、でもなんか曇りっぽい気がする。雨降ってるのかな、どうなんだろう。なっちゃん晴れ女、私は晴れ女だと思うよ。私は多分晴れ女だと思っているけど、実際どうかわかんない。曇り、やっぱ曇ってるよね。あー、台風がね、そうだよね。皆さん気をつけてくださいね。花火ありがとう。みんな星もありがとうね。キラキラ星、キラキラ花火綺麗だから、映画になっちゃう写真が好き。本当に嬉しい、おはよう。オタクレスアピールしてるから大丈夫。おはよう、あ、ほら、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。そう、歯並びは私も自信を持って言えるところ、自慢、自慢っていうか自信持てるところで、自分のね持っているものの中でも、そう、嬉しい。お疲れ様です、初見です、ありがとうございます。朝から配信見てくれて、おはよう。みんなさんはもうお仕事始まる、それとも通勤中、どうなんだろう。お
はよう。ハートありがとう。おはよう。チャームポイントね、そうなんだよね。もう私さ、チャームポイントとかさ、すごくさ苦手でさ、チャームポイント苦手ってなんだよって感じなんだけど、なんか自分をアピールしようっていうのがあんま得意じゃなくて、そうだからちょっとまあ活動していく中で、私はここがポイントですって言えるところが見つけられたらいいかなって思ってるんですけど。11時からお仕事なんだ、頑張ってね。11時からでもあとちょいでお家出ようと思ったけど、パジャマまず着替えなきゃダメだね。もう少しでお家出る、お、もう少しでお家出る方たくさんだね。みんな気をつけてね。おはよう、ハートありがとう。会社着く？お、頑張れ。金属音笑い、おはよう、ありがとう。ハート頑張るよ、ありがとう。私も頑張る。朝配信終わりしてないすぐ仕事、ありがとうね。もう本当にありがとう、朝の配信付き合ってくださって本当にありがとう。あ、時間ありがとうね。おはよう、やっほー。今日の仕事は午前だけ頑張ろうかな午後はいいのまあでもね、息抜きも大事だよ。人生ってさ一瞬って言うけどさ、長いじゃん。正直なお話ね、一日長いなって思う時もあるから、だから息抜きは大事。半日お仕事を頑張ってね、一緒に頑張ろうね。今日も一日、なちゃん新月 CD 注文した、わあ、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます、嬉しいしどうしよう、58分ぐらいに壇上見ようかな。じゃあおはよう、おはようよよ。今日の夜の配信なんですけど、なんか本当にさ、スケジュールにはね8時か10時って書いてあるんですけど、なんかちょっとスケジュールが来たんですけど、昨日の夜ちょっとスケジュールを見る限り8時はちょっとお家に帰ってくるのが間に合わなそうなので、メールには書いたんですけど、あの朝のメールか、朝のメールには書いたんですけど、多分届くと思うんですけど、これからあのまあ余裕を持って9時からって書いたんですけど、もうちょっと早く始められそうだったら、あのもうちょっと早く始めようと思ってるので、夜の配信も皆さん来てくださったら嬉しいです。そう、なんかタイムテーブルさ作りたいと思って、なんか私も決められた時間でやりたい気持ちがあって、計画してやりたいタイプなんですよ。だから作ったはいいものの、スケジュールがいろいろ変更したりとかで本当に申し訳ないんですけど、そう、まあ、あの遅くて9時には始まる予定なので、そう、まあお時間あったらぜひ来てください。うん、おはよう、待ってる、ありがとうね、ありがとう。そう、ちょっと他のスケジュールもあったりとかでね、なかなか思うようにできないんですけど、ありがとうございます。でもそう、夏休みがね終わっちゃったので、配信がお昼とかできなくて、まあ頑張ります。その分学業もイベントも活動も。おはよう、
配信してくれてむしろありがとう。いやいやいや、ありがとうございます。本当に見てくださる皆さんがいるから配信できるんですよ。本当に感謝。伝わってる？よかった。ありがとうございますね。星ありがとう。星作れないなってじゃ一人じゃ。学校からこっそり配信する？怒られちゃう。何やってんだって。そう、クルーと計画が来るとちょっとあーってなっちゃう。ラスト JK 楽しむ思い出作ろうね一緒に。ねえ、もう JK もさ、もうちょっとで終わっちゃうよ。本当に一瞬なんだろうな、きっと。もう残りの期間。おはよう。やだな。新潟夏休みって8月31日まで。でもなんどうなんだろうね、県によっても違ったりするのかな、学校だったりとか。まあいろいろ。ギリ間に合った、仕事中は無理だった。あー、ありがとね。朝からお仕事も、朝からお仕事本当に偉い、ありがとう。ジレンマだね。うん、おはよう。来年からはコスプレになっちゃう。そうだよ。58分、ありがとうね。コスプレになっちゃう。あ、コスプレといったら9月14日のオフラインにコスプレをするので、ぜひみんな来てくださったら嬉しいです。おすすめは第8部です。待ってまーす。しっかり宣伝してる。ということで、壇上を先に読みたいと思います。いきまーす。13位マサーさん、ありがとうございます。12位カズツー、ありがとうございます。11位ヤスタロー、ありがとうございます。10位アキヒロ、ありがとうございます。9位ミー、ありがとうございます。ありがとう。8位カルパラ、ありがとうございます。7位ゆかり、ありがとうございます。6位カズヒさん、ありがとうございます。5位ヤスラアキ、ありがとうございます。4位およ GT54、 ありがとうございます。3位カズヤ、ありがとうございます。2位ノリ、ありがとうございます。1位マナポン、ありがとうございます。もう朝から皆さん本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。じゃあまた遅くて21時から配信しますので、ぜひ見に来てください。ありがとうございました。ありがとうね、ありがとうございます。本当にまた後でね。またね、ありがとう。朝から楽しかった？本当に？よかった。私からこちらこそよろしくお願いします。ぜひ当日も多分ありますので、お時間あったら来てください。お待ちしてます。バイバーイ、またねー。